クルーばっかりだぜ。偏ってんな。キッチン。おお。どっちも取ろう。早いんだが。ちょい、死ぬ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 。しょあー、こうなったらコクピット見るの。ダメか。おぉ、やばすぎ。やってくれたな。ミーティングルームです。アーカイブ一人脇。はい、キッチン一人脇。キッチンにしたい。ミーティングにしたいです。でもいました。寺蔵さん、砂溜さんむしろ見てないです。砂溜さん早いよね、展望に入るの。キッチン。砂パイさんだよね。僕のレポートです。はい。ミーティングにしたい。パン君のしたい。はい。多分緑だったはず。どこら辺？はい。奥。奥。一番奥ですか？一番奥。あ、じゃあ、夏目先生は無理かな？やったー。ボタン下で待機してて、一緒に動いて発見だったから、夏目先生がキルした瞬、キルしたのを見てるはずかな？スナパイさんが。いや、見えてない。停電だったから誰も見てない。ミーティング誰がいるんですかね、結局。停電になる前に、夏目先生と一緒に上がったのと、多分自分の前に先にはしご上がってたのがパン君だった記憶がある。先端は見てない。ん？てか、夏目ずっとボタンの下にいたんで。いや、その後動いてます。絶対。一瞬右に行ったけど、それだったら嘘、嘘かも。ってか、あ、嘘つきました。ごめんなさい。発表します。あれ？ごめんごめん。あ、ごめん。ミーティングにいたのは、センさん、夏目先生、スナパイ、パン君の4人であってるのかな？ゲンさん、どこっつったっけ？ゲンは、キッチン脇です。で、寺堂さんが速攻左に行ったのが見えてます。私はバーガー助かった後、セキュリティに抜けてます。中目さんもキッチン？え、キッチンにゲンさんと寺堂さんいたの？いました。あ、そうなんだ。はい、砂爪さん、砂爪さんですが、相当速空いてるか、めっちゃ早く空いてるか、どっちかだと思います。で、足尾さんは見てるのか？足尾さん見てないです。砂爪さんキッチン脇はないと思います。で、アルトがアーカイブタウン脇で貨物まで行ってます。見てないです。昨夜メインで多分もう一人いたと思うんですけど、今それじゃん？それじゃん、足尾さん。それが多分足尾さんです。メインホールが左に行きました。メインホール？ん？あ、砂爪さんとデラードさんの最終位置は、あと直した人。多分キッチンギリギリ間に合って直したのかな。ちなみにね、多分停電直ってないよ、リポートだから。直ってない、マジで。直ってない。あら。デラードさんはどこですか？コックピットまで行ってます。アドミン見る直前でした。デラードさんじゃないの？そう。ちゃうわ。つって。くそ、カメ。テラドさんじゃないのって。ちゃうわ。アホか。まだ時間あるな。治ってんのか。ちょっと停電治ってました。砂ざめやりました。停電直しましたよ。じゃあ、隠しろだーい。キッチンで沸いて展望デッキで直しましたよ。生きてんね、砂ざめさん。ちょっと嬉しくなっちゃった、これで。はい、じゃあ整理するけど、ミーティングでキルを取れる人物は、今左3人の誰かです。スナパイセンター夏目。はい。スナパイセンター夏目。アシュさんはメイン脇で左に行ったっていう視認情報が昨夜さんから出てたので、停電を直している砂ザメさんと、それを見てる寺蔵さんでしたっけ？寺蔵さんはキッチンまで行ってない。俺は誰と一緒にもう湧いた覚えがない。ので、ゲンさんから俺の視点が見えてるのがすげえありがたいっていう感じ。はい、あ、じゃあ、ゲンさんと寺田さんがギリ。一方通行だけど、視認情報があるので、難しい。寺田さんが左に行き、ゲンは最初バーガータスクやったとセキュリティ。じゃあ逆にアルトさんは、なんか白になるのかな。僕はアーカイブは貨物の覚えゲーです。僕のお邪魔しになれば、アルトさんは死んで、アルトさん大丈夫です、ね。うん。先端目線、夏目白くれない？いや、もう嘘ついてたんで。嘘とかじゃなくて、本当にできるできないの話をしてほしいんだけど、僕はもうかなり怪しいと思ってて、うん、で、スナパイさんが夏目先生見てないっていう情報だったけど、でもまあ、ずっと下に立って嘘ついたんで、ちょっとわかんないです。正直わかんない。はしご登ったタイミングはね、多分夏目先生と同時ぐらいなんだよ。同時で、僕はそれを見て、うん、追いかけて、ミーティングの周りに誰がいるか確認しておこうと思って、ぐるぐる回ろうとしたら、レポート光って、
その 0.5 秒後ぐらいにレポートって感じです。サンローラしません、もうサンローラ。上はそうなるよね。で、左側は砂ザメさん省いて、寺蔵さんと源さんが浮いてんだよね。寺蔵さんと源さんのどっちかじゃないっていう感じ。いや、関谷さんも外れない。僕もあります。僕もあります。関谷さんどこ行ったんだっけ？メインホールで、生まれてミシャワーのカンカンやって、停電だったのでやべえ。はい。スナパイさんはなんで犯人とすれ違わなかったと思います？わかんないっす。自投票します。吸ってください。そこか。それがそうだ。はい、ます。適当に。あれマジか。あ、スナダメスナパイさんに入れました。なんだそれは。俺のサンローラーする気だったんで、なんかまあ順番につきゃいいかなぐらいな感じでいっちゃいました。なんだそれは。じゃあそりゃ。割とクリティカルな話だと思うんですが、なんで犯人とすれ違わないんですかって。コクピット見にゃ。こちら展望1ミーティング4くのはタスクよ。今の寺蔵さんのやつめっちゃクリティカルじゃない？まあそうじゃない。なんですか？聞いてなかった、ごめんなさい。パン君が右端で死んでてスナパイさんが発見したのに、なぜスナパイさんは犯人とすれ違ってないのって言った。まあ停電中なんで。まあすれ違わない可能性はあると思うけどね。うん、うん、別になんかサンローラだから順番に。でもその情報を得た上で先端と夏目先生は結構死人情報は一応あるわけでしょ。センター奥に行ったよね、右側に。行ってないです。あれ？ボタンと夏目とセンターで下側に行って、センターが右側に行ったかなと思ったから引き返そうと思ったんですよ。ごめん、もうちょっと具体的に言ってくんね。わかんないや。自分はボタン下にいたんですよね。はい。うん。で、センターが右側に行ったんですよ。どこから？はい、下から。ボタン下から。はい。で、自分センターが右奥に行ったんかなと思ってボタン押しに行こうと思って引き返したんですよ。はい。だからセンターは右の奥に行ったんだなっていう感じでした。はい、まあ僕は上に上がりました。スナパイさんが振られる前にぐるぐる、だからぐる、違う、ぐるぐる回ろうとして。本来は、ね。あ、そう、配線とかね。うん。あれ、ちなみに、3秒で釣られてるから、そもそも、ね。あ、ごめんなさい、砂ザメ入れちゃいました。あの左上の押しやすい位置にあったんで、うん、私むしろなんかあの昨夜さんがですあの右のキルに関してなんです、あ、右じゃない、もう一つ、ね、足湯さんキルに関してなんですけども、はい、昨夜さんってあの足湯さんの信任情報を唯一出した人物であり、私は昨夜さんがインポスターだった場合それを出すメリットはあまり感じてないので、私寺蔵さんとロールディーなと思って寺蔵さんに入れました。まあ、昨夜さんも巻き込めるしね、昨夜さん言わない。さんの姿勢が白いんで、ね、でしたっけ。僕はアーカイブで湧いて、で、貨物に行ってるからです。今日どこ入れます？アルトさん、アルトさんが弾ける理由が全くわかんないです。もうスナパイさん入れたんで、もうセンターさん、夏目先生、私のお仕事の入れちゃいます。そもそも村の進行的に、ここサンローラーをしようって話になってんのに、はい、寺蔵さんに入れてるゲンさんは白くないですよ。もう、そんなに相違だった。ちなみにセンターさんと夏目先生、なんで今日ボタン押さなかった？なんかちょっとミーティングで走ったのかって。僕押しましたよ、昨日確か。あ、いや、押してないか。うわぁ、ごめん、ちょっと入れちゃった。ごめん、押さなかったっけ、昨日。じゃあ、キルマチで。キルマチでいいかなと思って、スキップ入れちゃった。押します、僕、押します。マチにしましょう。ローラスか。俺のせいだから、俺が押そう。なんだ。はい。はい。キルマチはなしかなと。あれ、昨日なんかその自分夏目先生がいたから、あ、ボタン夏目先生に押してもらおうかなと思ってたら、ごめんなさい、押してなかったです。いなくなって、でセンターさんと夏目先生が追いかけっこしてるのを見て、なんか確かボタン押したような気がする昨日は。自分開きっぱで。押そうとしたら砂爪さんに押されたって。うん、追いかけっこはしてないと思います。はい。あ、マジで。あれ、そうだったっけな。認識の際ですね、そしたらそれは多分。いや、自分が後ろにいたけど追いかけっこは本当にしてないんですよ。あら。はい。
まあいいや。どっちかに入れましょう。入れましょうもう。はい。どちらかに入れれば、あのスプリットはしないはずなので。わかりました。入れます。自投票してます。ずっと自投票。自投票する。1票だったんですけど、僕、夏目先生に入れて1票だったんで、まあまあいいや。もう、薄いよ。ああ、間に合わなかった。夏目先生に入れます。じゃあ、夏目先生に入れまー集めまーす。はい、もうこれ、釣って買ってくださいね。夏目先生、タスクやってる場合じゃないですよ。釣りますタスク、タスク終わらんなぁ。タスクしないんで、釣って買ってくださいね、絶対に。マジかはい、夏目が来るだったら、一回もタスクして。じゃあもう大丈夫。僕と夏目さん話してるので、アルトさんが弾ける理由がわからないです。昨夜さんが、なんかその、インポスターだったら、なんかその足湯さんの目撃出すかな出さなければアルトさんも含められるのに容疑者のっていうところもうちょっと話すといやじゃあアルトさんが外れる理由がわからないです昨夜さんアルトさんの中に二郎はいないので昨夜さんがアルトさんに白を出している場合はこの白白でよく昨夜さんが黒だった場合昨夜さんを黒で置けばよくないですか昨夜さんと僕の二郎はありえないありえないよはいなんだったらミーティングで1キロ怒ってるからですセンターさん、うん、夏目さんスナパイさんの中に一郎いるんですよね私はそう思って話してるんですけどうんうん、だったら残り1キロしかいないから、かばい合いは考えなくてよくないですか、うん、まず視点ですけど、面から左抜けてるのは自分の信任情報なので、2人とも生きてるセンターに、そうだね、センターの懸念を考えるんだったら、僕がエンジンで湧いて、僕がエンジンでずっとボケーってしてて、僕殺してるだけなんで、それ生きてるうちに聞きたいんだけど、スナパイさんってミーティングルームにいたの確認されてる釣るぞ、釣るぞ、はい、釣るぞ、スナパイさん、釣るぞいた ?OKOK。時間の情報をちょっと信じてあげてください。いっぱい釣るぞそうしないと、多分釣れないですよ、この村。これ終わんねえかなダメかコミュニケーション直しに行こうテイデンじゃあボタン押しに行こういやー怖えなもう怖えなー怖えなこの後の進行のこと考えてんだけど、センターつった後どうすんのゲンテラゾロラ。そう。うん。もうてか多分もうタスク勝利が無理な、無理ですね。なってるんで。無理無理無理。ただボタンの数足りるっけなってちょっと今。ゲンテラゾのロラで大丈夫なんですかアルトさんずっと言ってますけど、アルトさん。俺もそう思うけど。なぜ弾けるんですか逆に言うと、そしたらセンターまで釣ったら1釣れるんだから釣らなくてよくない切り待ちでよくない切り待ってもタスクで終わらないんで、ずっと。試合を探してくださいね、うん、アルトさんが黒だったケースって昨夜さんの、足湯さん視認情報が間違ってたってことですよね違う違うアルトさんがどこで湧いてるか誰も何も保証がないんじゃないですか、まあ、でもキッチンは絶対ないし、うん、まあエンジンで湧いてるケースがギリギリ、はい、ありますよそれがある以上はでもエンジンで湧いてるケースって足湯さんがメインで湧いて速攻左に行ってでエンジンで何かやってないと俺殺せないからねけどまあ、うん、見てくれるとは思いますけど、なんかもっと柔軟に考えないと、なんか雑すぎるまあ、ね、なんか計算して俺に固定したの意味もよくわかんない、俺は、正直。うん、そう、うん。そういう視点を持ってほしい。これの視点は砂鮫さんが弾けてるから、昨夜さんの視認情報が正しいんだったら、源さんか寺蔵さんになるよって話をして正直、俺は源さんが一番最初に僕がキッチンに湧いたのを見てくれてたから、それで白を拾ってるから、源、はい、さん寺蔵でローラーすると死ぬような気がするっていう。逆に言うと、俺、寺蔵さんが視認できてないのに、なんで源さんが視認できてるのかが分かんないけどね。うん。俺が覚えてないだけの可能性はある。そういう議論をしてほしい、うん。了解です。じゃあ、ちょっとまた考え直します。うん、寺田さん、そこ左に走ってるんでしょ、うん、いやでも寺田さんの視点って湧いた源さん見えるくない見えたかもしんないけど、俺の注意力がなかったかもしんない、一番端最初だから。あと、砂溜さんはもう、うん、砂溜さんに決めていただく方がいい気がする。まあ、そうなりますよね。まあ、そう、ね、その話がそうなるから、怖かったなぁ、もう、やらなくなぁ。持たないです。僕は進めてたんですけど、タスクやったら負けるので、はい、ちょっと奥まったタスクとかは。もう諦めてください。これで終わんねえかな。いや、終わんないと思う。これで終わったら足湯さんどこでっていう。足湯さん速攻で上がってるから。それそんなこと言われてもな。コクピット行くよ。そんな。いや、すみません。
ジン。昇降にエンジン1。こっちから行こう。昇降にエンジン1。不審な動きしちゃいかんな。昨夜、昨夜あると、こんなことやってても仕方ねえ。ほい、ありがとうございます。はい、ボタン定期的に押すのは重要だと思うけど、まあそこなるわね。でもまあタスクをこっからどうしようかな。タスクちなみに多分終わんないと思います。終わんない終わんない。タスクはもう絶対終わんないんで、つるっきるしかなくって。展開きっつ。で言うともう多分正直、待って、つるしかないんでしょ。タスク勝利は絶対無理で。はい、無理ですね。2人までつれるこれって。ギリ。寺蔵さんが…いや、強化されたら、いや、の方がいいと思う。多分、寺蔵さんボタン余ってるよね。寺蔵さんボタン押さないと思うんですけど、ね。うん、だからもう…今日僕釣ってください、じゃあ。4人で頑張ってください。僕、なんか、スケープごとになって死ぬ気がします。今日釣ってください。いいですか？僕、自投票します。寺蔵さん釣るの？うまいのも、ボタンないですよね、誰も。あるよ。わかんない。もう、減産しろだったら申し訳ないけど。アルトさん、サクヤスさんは、つながりさん3人ともないですか？ないです。俺も押したもん、ないよ。うわぁ。だから、ここで間違えた結果。だから、寺蔵さん釣っちゃまずいんだよ。だから、もう、ゲンさん釣って、寺蔵さんがボタン押さなければ、死体探し頑張りましょうって、多分なるのかな。サクヤさん、砂溜アルトで固まって。わかった。言われても自動。今日、ゲンさん釣って、俺がボタンを押して、俺を釣るの？寺蔵さん俺を釣るの？やだな。寺蔵さんがそう。寺蔵さんがボタンを押してくれる確証もないから、うん、この展開で私は寺蔵さんに入れるしかないんですが。まあそうですよね。原産的には多分まあ寺蔵さん入れるわな。絶対終わんないでしょ。だって今自投票するインポスターいるわけないですもん。だからアルトさんか酒井さんどっちかなんですよ。じゃあ実施点のゲストさんが結構持っていて、メインボール生まれて、左側行ってエンジン。ぐらい出たぐらい。もうごめんなさい、この状況なんで、私はもうゲンさんと寺田さんに、ごめんなさい、ちょっと多少決め打ちになってしまって、本当に申し訳ない。本当に申し訳ないです。酒屋さんにお伝えしておくと、はい、その場合私、寺田さんを追い越さないといけないですね。寺田さん、コックピットまで行かれてるっておっしゃってたんで。あ、でも僕も絶対無理だ。だって、キル起きた時に僕、速攻でアーカイブタウン脇言ってるもん。キッチンベントでやってるのかなと思いました。なので、もう、酒屋さんだったらもうごめんなさいと、ゲンさんと寺田さんに。ボタンを押しますよ、終わんなかったら。すいません。はい。大丈夫ですよ。よろしくお願いします。僕じゃないんだ。終わった。おー、勝ったー。怖えな、もう。勝ったー。いやー、よかった。結果で良ければよかったって感じ。いや、もう多分あの段階で 0% は、もう 100% の手は打てないので。あ、しゆくん、エレクトリカルに降りたね、さては。降りましたよ。目打ちしないと無理な場面だな。バレちゃった。ああ、よかった。あれで停電直ってなかったら、私も、そう、メリーですよ。マジか、どっちか分かんない。じゃあ、そこ左に行ったんじゃけ、そこ下に降りたの？あのね、そう、昨夜さんと脇位置で、多分、除染室の前から、左に向かって、昨夜さんがすぐシャワー入ったから、左って思ったんですよ。左行ってすぐ下降りたんですけど、昨夜さん目線は左に行ったって見えると思うよ。なんで、ケンさん一番最初、俺の脇位置、行ってくれたんや。いや、まあ白取ろうと思ってた。私キッチンで足湯さん湧いてないのは事実なんで、うん、別に私も白位置に入れるから言わないメリットは特になく、うんうんうん、てかスナパイさんがいきなり流れ玉で釣られたのがもうちょっとどうしようもなかったですけど、スナパイさんはそうだったね。全然詰まってないのにスナパイさんにトトトって3発も入ったんで、いやビビりましたよ。あれはちょっとあれそうですね、事故でしたね。あれはもう泣いてたよ。スナパイさん霊界で泣いてたよ、もうずっと。でも割と寺蔵さんの最後の指摘割とクリティカルやったなって思った。まあまあ、ね、実際そうでしたね。僕もなんか見返したら、うん、絶対誰かを見てるはずの行動をしてました。ちょっとこんぐらがってましたけど、うん、私は結構脳白ラ気味でしたね。先端ね、右の方に置いていって、でもまあ一応ミーティング右で最後合流してますね。うんうん、なかなかない展開の試合で面白かったね。いや面白かったな。何がそうだったんだ、ごめんね。いやーもう両方とも容疑者が3人2人は多いな、容疑者。はいはい、
あとスプリットした時がやべえ、これスプリットやばかったですね。あのスプリットしなければあギリギリボタン足りんなと思ったんだけど、スプリットした瞬間にあこれ最後寺蔵さんとゲンさんあたりを多分ボタン足りなくなる展開だと思って展開の理想は寺蔵さんとゲンさんが両方白って置かれることでしたね。です。で途中まで結構それはできてたと思う。アルトさんがアーカイブって言ったので、私もアルトさんが最終日におっしゃったあの理屈でアルトさんの白は拾えるって言おうと思ってたんですけど、無理か。いやそのなんかゲンさんと寺蔵さんの白貯金よりも昨夜さんのその別に言わなきゃいいのに汗かくけどっていう白貯金がでかすぎたよ。それは私むしろ自分から言ってますけどね。だから昨夜さんはないから寺蔵さんと私も2択でっていう話になって、まあまあ、流れがね良かったですね。はい。はい、じゃあ開始します。お願いします。はい、雑よ。部屋なしじゃないじゃん。